はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、物語のキャラクター作りに困った人へということでお話ししていこうと思うんですけども、まあ、以前もね、こういった、まあ、物語のキャラクター作りに困った人に向けた、投稿っていうのをしたんですけれども、その時はですね、登場人物の方向性を考える、必要なキャラクター4パターンだけということで、そういったタイトルでね、お話ししまして、で、まあ4パターンのキャラクター紹介しまして、この4種類のキャラさえいれば話成り立ちますよということをまあお伝えしたんですけれども、詳しくはね、そちらの投稿を見てもらいたいなと思うんですけれども、あの概要欄に URL 載せますんで、そこから飛んでみてもらえたらなと思うんですけれども、4種類のキャラさえいれば大丈夫と言ったけれども、やっぱりそれでも作れないという人もまあ中にはいるんじゃないかなというふうに思います。で、そういう人に対して一つ質問をしたいんですけれども、自分の小説のキャラクター愛せてますかっていうお話です。今回のポイントなんですけれども、キャラクターに愛がないとどうなるかっていうお話と、それからキャラクターを愛するためにはどうすればいいか、どうしたら愛するキャラを作れるかという、そういう話をしていこうかなというふうに思います。キャラクターに愛がないとどうなるかっていうお話なんですけれども、キャラ作りに悩んでいる状況、これを言い換えればキャラクターを愛するポイント、そこを見つけられてない状態だと思うんですね。こういう状態の時っていうのは、なんかこのキャラ好きになれないなっていう、そういう気持ちがあると思うんですね。だからまあ悩んでしまうということなんですけれども、じゃあこのまま無理やり進めてしまうとどうなるかっていうと、キャラクターを記号でしか見ることができなくなるんですね。そうなるとやっぱり書き手もつまらないわけですよ。書いてて全然盛り上がらないと。で、これはやっぱり挫折の原因になっちゃうし、こういうつまらなさっていうのは絶対読み手にも伝わっちゃうんですね。だから、まあ、読み手の方も読んでて面白くないと。そうするとやっぱり結局読者が増えないということになります。じゃあキャラクターを愛するためにはどうすればいいかっていう話なんですけれども、まあ、まずやっぱり一番は自分の好きなキャラ、これを作るべきだと思います。自分の好きなキャラを作るっていうのは、言い換えれば自分の好きな属性を盛るってことですね。売れ線のキャラを狙う必要っていうのはなくてですね、特にまあ初心者だとね、こうやっぱりたくさんの人に読んでほしいから、こう売れ線のキャラをわざわざこうあんまり好きなタイプではないけども、そういうキャラを主人公にしてしまったりとか、まあ、そういうことあるかなと思うんですけれども、やっぱりこういう記号的に書かれた万人受けするキャラよりも、自分の好きな愛のあるニッチなキャラ、こっちの方が絶対いいと思うんですね。例えばですけれども、まあ自分がね、あのいわゆる可愛い男の子ですよ、男の娘と書いて男の子ね、そういう子が好きだと言うんだったら、そういう子を出しても全然 OK だと思います。むしろそういう子をメインヒロインにしちゃってもいいと思います。もうそれぐらいで全然ありだと思います。で、大事なのはこれやっぱり恥ずかしがらないことなんですね。恥ずかしくてもですね、あのどんなニッチなキャラクターであってもですね、受け入れてくれる読者というのは必ずいますので、そういうところを狙って自分の好きなキャラっていうのをどんどんぶつけていって、そうやって書いていった方が絶対楽しいですし、読み手も盛り上がるんですよ。だからそういうキャラっていうのをどんどん作って、まあ、物語に出してほしいというふうに思います。ということで今回まとめなんですけれども、まあ、キャラクターの愛がないとやっぱり面白い作品っていうのはできないです。やっぱりつまらない作品になっちゃいます。だから逆に言えば、愛のあるキャラ、そういうキャラが、まあ、どんなにニッチでもですね、活躍すればやっぱり面白くなるんですね。だからやっぱりそのためには、自分好みのキャラクターを作って、もうそれを大活躍させると。じゃあ自分好みのキャラクターって何かって言ったら、自分の好きな属性、それを持ったキャラですね。で、こういったキャラをもう出すのに、もう恥ずかしがってはいけませんということですね。まあ、例えばね、自分の場合ボーイッシュなキャラ、中性的なキャラっていうのは結構好きなんですけれども、やっぱりこういう過去作ではですね、自分が過去に書いた作品ではボーイッシュキャラめちゃめちゃ登場します。なんだったらもうメインヒロイン級みたいなのが結構そういうキャラ出てきてますので、やっぱりそういうね、好きなキャラをこう中心に据えるっていうのがね、一番面白い作品を書くための近道なんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回のお話、本編は以上になりますが、最後に宣伝をさせてください。小説サークル世界分岐観測所というところで私活動しております。あと、小説家になろうでですね、小説を無料で掲載しております。で、概要欄に URL 掲載してますので、そちらから、飛んでみてもらえればなと思います。最後になりますが、当チャンネルの登録、いいねもぜひよろしくお願いします。ということで、今回のお話は以上になります。どうもありがとうございました。